ということで 24120F4S にスキンシールを貼ることができました。こんにちは、渡辺翔一です。ご覧の通りですね、ここに Z9 はじめ私が仕事で主に使っているレンズ群が並んでいますが、まあ過去にいくつかの動画でお見せした通りレンズが来てですね、レギュラー入りすると貼っていくっていうことをしております。まあ貼ることによってですね、傷防止だったり、まあ自分のカメラだよっていう識別をするためのことをやっております。 Z9 とかですね、ここにある70-200っていうのがですね、仕事の現場でもちょいちょい見られるようになってきましたので、まあ、他のカメラマンの持ち物と区別するという意味でそういうことをやっております。で、今回、貼るレンズがですね、こちらです。24-120F4 っていうレンズになります。まあ、こちらのレンズ、今回7月に手に入ってからほぼほぼ仕事で持ち出すことがかなり多くて、2022年で多分一番使ったレンズなのかなっていうふうに思います。発売が1月の28日っていうことで、発表自体はこの100、400と合わせて11月とか12月とかに発表されたのかな、2021年の。それぐらいに発表されたと思うんですが、発売が1月の28っていうことで、発表から発売まで若干のブランクがありましたということで、予約をするのをですね、すっかり忘れていて、年が明けてから予約すればいいやと思ってたら、あっという間にもう事前の予約は終わっていたっていうことで、のこのこですね、この両方の100、400と 24120F4 のレンズ、のこのこと1月を過ぎてから予約をしてたらですね、なんとびっくり6ヶ月待ちっていうことで、両方とも手に入ったのが7月の11日っていう履歴が残っております。なんとかですね、夏の繁忙期には間に合ったので、それからガンガンこの100、400のレンズと24から120のレンズっていうのは、2022年下半期ですね、大活躍してもらったレンズになるんですが、ようやくこちらもシールを貼ろうということになりました。こちらですね、はい、いつものようにアリエクスプレスからですね、中国輸入でやってきたスキンシールになります。はい、まあこういうのがありまして、3M 製のシールっていうので来ております。こちらがですね、例のごとく注文したのが12月の12日から、来たのが12月の28日ということで、まあいつもの通りですね、2週間ぐらい時間が経って、ゆっくりゆっくり届いたっていう感じです。はい、値段の方がですね、21.6ドルっていうことで、今まあ円がだいぶ弱いので結構な値段したと思うんですが、だいたいまあ3000円とか、毎回それぐらいの値段ですね、こちらのシール、それぐらいの値段がしておりますので、それぐらいの値段で買ったっていうことになります。まあそれではですね、早速こちらの仕事で大活躍中のすごくいいレンズですね。素晴らしいレンズ。24-120 の F4S っていう、まあ、Z9 との組み合わせでしっかりレギュラーレンズになっているこちらのレンズをカバーしていきたいと思います。では、24-120F4、装着を始めていきます。はい、例のごとく、こんな封筒に入っていました。はい、で、何本目になるかわからないピンセットですね。久しぶりの標準レンズってことで、まあ70-200とか100、400みたいな、でっかいレンズに比べると、だいぶ貼りやすいはずです。はい、貼る箇所もね、そんなに多くないと思うので、パパッと終わらせていきましょうね。今、こちらのレンズはね、12万円ちょっとぐらいで手に入るみたいで、当初私が注文した時の6ヶ月待ちみたいな恐ろしいことには、なっていないはずです。納期もね、だいぶ安定してきてますので、手に入れどころとしてはチャンスです。もう間もなくね、1年経とうっていうレンズですけど、むちゃくちゃいいです、このレンズ。では、装着していきましょう。例のごとく簡単なゴム部分からやっていきます。1、2、3っていう感じで、これはすぐできますね。ちょっとね、だいぶ貼り方としては雑な感じがしますけど。ここはシールが中に入らないようにだけしましょう。この中に入るとリングの周りが悪くなっちゃうのでね。はい、続いてズームリング。ズームリング噛むと結構周りに影響が出てきそうなので、ちょっと気をつけてね、貼っていきましょうね。じゃあコントロールリングですね。貼っていきますよ。はい、コントロールリング。まあ、あっという間に貼れたということで、ゴム部分がね、これで終わりです。はい、では続いて、もう見てお分かり、キャップからやっていきましょう。
キャップ完成。はい、じゃあリアもやっていきましょうね。リアももう見てわかる瞬間これです。ほぼなんか見なくてもよくわかるようになってきた。こういうね、一発で終わるパーツは一気に進捗した感じがしてね、いいですね。はい、リアも終了。はい、じゃあ続いてこれも見たら一発でわかるフード、フード H、 ここですね。ここがまあニコンのこの文字と被るわけです。なのでまあまあ目印があって貼りやすい方からねやっていきましょうね。フードここ貼るとね、 FI77HB102 っていう型番が見えなくなりますが、で A11、 これはどこだ、キャップの側面でした。でもう逆側も貼っていきます。はい、これでキャップは本当に完成かな。はい、早い、残すはこの1枚のみです。じゃあどんどんやっていきましょう。どっからやろうかな。まあ分かりやすくこの S の字、もうあっという間に、なんかレンズが短くてシンプルなのでパッパと終わっていきますね。でもほぼ設計図を見ないで話が進んでいます。ね、あとは細かいところをもう一通り貼ったら終わりかな。 A3A2、 ここのシールはサブですね。多分ここのメモリのところがね、一番貼るのが難しいというところでサブのシールが入って出ます。ここ自体がズームリングの丸々可動部になりますので、まあ、ここが噛むことによってズームリングが回らなくなるっていう心配もなさそうです。はい、ここだけね、ズームリングに噛まないようにだけちょっと気をつけて安全を見ながら貼っていきましょう。ここですね、ここがこう回るここの部分でね、ズームと干渉してしまうのでシールが入り込まないようにね気をつけましょう。はい、ここのレンズ中心のポッチですね、ここをちゃんとこう出してあげて、この辺結構フードに噛みそうでちょっと怖い。フードとかピントリングとかいろんなものにかぶりそうな感じなので、ここのシールは結構要注意ですね。うん、ここがこうかな、こう伸ばしてあげた状態で貼った方がいいかもしれませんね。こんな感じですね。よっしゃ、いいですね。OK。フードの、この丸ですね。丸部分。この辺間違うと、シールがフードに噛んでいっちゃうのでね、気をつけましょう。フード。でもラストこれだけです。これがサブシールなので、もうあとフード2箇所貼ったら終わりです。はい、ラストです。はい、これで終わりです。どうだ、はい、終わりでございます。どうでしょうか。各種リングもですねスムーズに回ります。ということで 24120F4S にスキンシールを貼ることができました。かかった時間は23分ということで、あっという間に貼れたイメージがあったんですけど、結構時間がかかったかなという印象です。はい、ということで24から120の F4S にスキンシールを貼るという動画でございました。まあ、あの70-200 とか100-400 っていう、まあ、仕事でよく使うレンズっていうのは結構傷がついたりしやすい状況にありますので、こういうスキンシールで保護をしてあげていくっていうのは、
まあ、機材を大事にしていく意味でも必要かなというふうに思います。今回もご視聴どうもありがとうございました。まあ、皆さんも状況に応じてですね、自分の機材っていうのをドレスアップしていっていただいたらいいのかなというふうに思います。チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。